旅行がこう2連発で思い出としてきましたけど、うん、他になんかこう印象に残ってることは。海外旅行2つ海外旅行も行きましたね、お母さん、ハワイへ行って、オーストラリア行って、オーストラリア行って、うん、もう二度とないだろうという話 で、 そうですよね。けどそうですね、あのオーストラリアは和弘の留学で、うん、なぜか全員がついていったっていうね、うん、でもう一つはハワイ。そう、ハワイは何でしたっけ。あれは新婚旅行よ。だって子どもの留学についていきますよ、子どものね、新婚旅行についていきますってね、まあ、なかなかない。留学って言えばさ、元木も行ったんだから、本当だったら私あの元木も行ってるわ、アメリカにね。シドニー行ってもおかしくなかったんだけどね。シドニーでしたっけ。でしたよ。あ、シドニーじゃなくて、あれだ、アメリカ、シアトル、シが一緒だから、とシアトル行ったでしょ、1ヶ月。けど元木は大学の時でしょ。そう、大学の時ですよね、うんうん、あ、そっかそっか、1ヶ月も行ってたんだ、うん、そうそう、全全部出ないで帰ってきたという恐ろしい親だろなるほど、うん、そう、海外旅行ね、今日あの2回ですね、行ったのね、うん、あとはお母さん何かあります、こう取材というか僕たちとの何か思い出みたいなものあります。水害ですよね水害、5年前の話ですけどね、うん、ね、やっぱり水害の時は、あの時は本当に、うん、なんていうかな、あれの時はお母さんのところに今井がとりあえず駆けつけて、うんうん、で僕が最終的にはまあお母さんのところにたどり着けなかったくて、うん、でもさ、あの時沢本君が来なかったら私たちはあそこでどうなってたんでしょうねっていう。結果的にね、うん、逆に戻ったかもしれない自分家へ。でもドアなんか開かなかったんじゃないかしら、水が70センチっつったら。もうだってあの時はもう外に出ちゃダメです。だって本気であの避難したところが平屋だったじゃないですか。で本気で屋上に逃げようと思ってたんですよね、あの時。なんかあのあいつが今井から聞くと、いや、そのなんだ、いやいや、ばあちゃん、あ、そうそう、だからおばあちゃんがどうしようかっていうので本当にもう困ってたとは言ってました。けどあのままだともう今キッチンの上にずっと座ってたじゃないですか。キッチンのこのシンクの上に、ね、まずトイレが使えなかったでしょ。そう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 、ね、だけどね、ばあちゃんすごいなと思ったの、あれだけトイレがもう頭から離れない人が、はいはいはい、あの一度もあのシンクの上にっていうか、あのね、どこに行った時にトイレって言わなかったもんね。そうなんだ、すごい。けどもうシンクの上に皆さんみんな上がってもう本当に来てたじゃないですか、うん、水が。そうだってね、実家ってお母さん家はもう床上70センチとか。でも隣なんか1メートルだから。あ、やっぱその差でもある。うちは奥だったから、あ、多少ちょっとでもこう上がってた、やっぱりあの水はけいいようにこう下がるようになってたから。いや、まあそうですね、その、うん、水害ね。だからね、水は本当に嘘つかないんだなってつくづく思ってて。あと、俺、そうそう、今日言おうかなと思ったことが一個あって、京都に旅行行ったじゃないですか。ああ、あれの時って結婚何周年とか何でしたっけ。なんだか言ったけど覚えてます、旅館なんていう。あそこはね、なんかすごい、うん、で忘れてしまったもんね、もう相当昔だもんね。あれはね、あれね、2001年とか2002年、あの新選組のどうのこうのっていうところでしょ。そうそう、ね、桂小五郎のが、まあ、隠れてたというか、うん、あそこで、うん、あの生松っていう、そう、生松、 あそこの、そう、生松で、で、あの刀傷があるっていうところ、そう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 、とか、そうそうそう、あとほら、桂小五郎がその、うん、逃げるためのなんか隠し部屋じゃないけど、なんか下があって、あそこって今回のこのコロナのあれで閉店するんですって。そう、なんかね、もう閉店っていうのが出てました。だって高級
そうです、あそこもね、文化財、重要文化財にも指定されては。で、高級住宅、宿泊住宅。そうそう、もちろん、もちろん、そう。でも、あそこはそのまま残さなくちゃいけないんでしょ、始末はできないでしょ。そうですね、多分建物は残して、もう宿泊とかそういう旅館業務みたいなのはもう、やめるんじゃないですかね。まあ古いところは手入れていかなきゃいけないから大変だよね。そうですね、特に京都ってね、やっぱり、ね、そういう問題がね、これから多分いろんな起きてくるんでしょうね。そうそう、だからそれをねちょっと今日言おうと思って。そうそう、あとお母さん何かあります、その思い出は。うん、あとはなんかもうただただ必死になってで、よく子育てのところに戻りたいと思いませんかって、絶対嫌だってあ、よく言いますよね、ファンの方がね、うん、よく言うでしょ。あと子供が10人いるから10人の、あ、10人、9人いるから9人、9倍の幸せがとかね。なわけない、一生子供だから、もう常に今度は知らない世界がいっぱい出てくるわけじゃないですか。そうするともう親ではどうしようもない、うん、で結局お金の面も当然だけど、はい、体力的にも、うん、フィットワークがもう本当に悪くなってくるわけだから、何、はい、かがあったら飛んでってあげるっていうこともできなくなるわけじゃない、うんうん、そうすると本当にね、もうただただ自分のことは自分で始末できるようにしてねっていうしかないし、はい、うん、まあそうですね、うん、だから、まあ、こっちのね体がね、もう確実に年は取っていい、うん、いくら迷惑かけないようにしたいっつったって、それは無理の話だから、うんうん、ねえ、だからそういうことを思った時には、うん、もう本当にどうなんだろうなと思うし、はっきり言えるのは、もう9人全部育て終わった瞬間に老後の資金なんてないからね。いやけど、まあそういう方っていうのはやっぱり日本全国にやっぱり いるでしょう、やっぱり。もうとりあえず子供を育てて1、2万にするまではっていう。でね、そこは一応ゴールだとしても、また人生はゴールじゃないですかね。これからがあるわけでしょ、ね、うん、だからうちの子供なんかなんか就職した時に、ちょ、母さんすごいよね、頑張ったよねって散々言われたけど、私の手抜きの子育てを散々体験してる子供にするとムカつくって言ってるけどだからお前が暴れようがね、誰が何が起きようがしゃあないよね、手抜きしたからっていう、うん、でもね、か優先順位はちゃんとやってきたはずなんだから。なるほど、うん、なるほど、そうだね、高校だって大学だってここ来なさい、あそこしなさいっていうことは一切言ってないわけだから、できなければできないなりに高校行った時に苦しくないように、うん、じゃあ塾に行くって言って塾もね、はいはい、行かせてあげたし、そんなすごいとこじゃないけど、うん、うん、でも基本ができてれば、はい、あとはそこからだからねっていう、はい